はい、どうも皆さんこんにちは、ラテです。ということで今回は何を作るかというと、はい、これね、まあちょっと昨日ツイートしたんですけど、オリジナルブレンドのねチキンカレーになっております。まあこの味は私一つですね。じゃあこのね余ったやつ、まあ、またカレーライスで食べても美味しかったんですけど、まあね、私お箱と言いますか、まあカレーをねオムライスに変換させるというようなことをやっておりました。今まではカレールー、市販のカレールーを使ったカレーを使っていましたけど、今回はスパイスカレーでやっていこうかなと思います。それでね、まあ、今回なんですけど、まあちょっとね特徴が違うんですよ。スパイスカレーもね結構ドロドロではなくてサラサラ系なので、まあ普通今までしてたのと同じ工程ではやらないかなっていうのと、まあね全く今までやってるのとは別物の、カレーオムライスっていう形になると思います。では作っていきます。じゃあね、これは昨日ね、カレーの上に乗っけてたんですけど、針生姜ですね、まあちょっと針じゃないところもあるんだけども、まあ、そこは許してもらわないと困るって感じかな。じゃあね、こちらもう全部使い切りたいので、まあ簡単にね、こう細かく切っちゃいます。はい、終わり。そしたらですね、今回はまあどうしようかなっていろいろ考えてたんですけど、まあね、まあいくつかの動画にはカレーのリゾットを中に入れて、それを卵で巻いて、でカレーのルーを使ったソースで食べるっていう形とかね、まあいろいろあったんですけど、まあ今回は全てが通用しないような気がするので、まあ中身はとりあえず、まあ、ケチャップライスみたいな感じでシンプルに仕上げて、で周りにこのタレを、このタレじゃない、このカレーをね垂らすくらいでいいんじゃないかなと思っています。それじゃあやっていこう。はい、それじゃあ今回はね、まあ、ご飯だけってことで、まあ、ちょっと多めに継ぎました。混ぜて、ここにさっきね、まあ切り刻んだ元針生姜のね、刻み生姜っていうんかな、次はをちょっと入れます。え、そしたらキャップ、はい、ここ中濃です。そしたらあとはまあ、塩コショウ軽く振って終わり。はい、あ、え、なんか飛んだ。じゃあこれで終わり。はい、卵使ってます。卵3つです。まあね、言うてこんぐらいでいいと思うんですよね、自分は。まあ、一応ひっくり返しとくか。はい、まあそういう夢を見たのさ。ああ、怖かった。いやー、すごい夢見たわ。よし、まあね、別にしっかり火通す意味もないし、ね、もう変なことはしないでおきましょうね。はい、分かんないな。ちょっとはみ出たね。はい、よし、こんな感じで成形完了。ここに
パーに余ってたスパイスカレーを入れて火にかけて温めます。じゃあね、横じゃあソーセージを焼いてきますね。はい、それじゃあソーセージもある程度焼けたので盛り付けに入ります。じゃあね、盛り付けなんですけど、ただ次カレーをねかけていきます。はい、どっかい入った。このね、焼いた、めっちゃねソーセージのいい香りっていうか、ウインナーのいい香りがしてる。頑張って盛りた、これこちらですってあげられる、これ。まあね、そしたらラストにここに刻み生姜をもうたんまりとこうねかけて、んー、なんか思ったより量できちゃったなー、カレー。はい、そしたらねこれでカレーの完成、カレーオムライスの完成です。この名前がこれっていうのはちょっとつまらないので、こちらの名前は、カレーの名前は、何失敗してもやり直せば全て OK っていうカレーにします。 OK カレー。じゃあこれで終わろうと思います。ちょっとねいっぱいなんで食べるの怖いんですけど、ま、最後まで見ていただきありがとうございました。もしね美味しそうだなとか思ってくれたりしたら、チャンネル登録、高評価、コメントをぜひよろしくお願いします。にしても量ができんなでき多いなとかじゃなくて、できえな、なんで。それじゃあ皆さん、バイバーイ。いや、本当にこぼれそう。